はい、お疲れ様です。ソンボナカです。映ってるかな。はい、今日はですね、この僕ホンポナカが持ってる免許で何を乗れるかを紹介したいと思います。はい、僕まあいろいろ免許持ってるんですけどね、僕が乗れるトラック、どんなトラック乗れるかね、ちょっと紹介したいと思います。行きましょう。はい、まずはね、これ見てください。これトレーラーですね。はい、これがトレーラーヘッドで、ここにこうつなぐガチャガチャってなってるこんな線があって、で後ろにこんな長い、もう何メーターかな、もう全然わからんけど、めちゃくちゃ長いこんな大きい箱がついてます。はい、こんな大きいトレーラーですね。これは、このトレーラーを運転することはできます。はい、じゃあ次行きます。はい、ということで、トレーラー後ろに箱をつなげてても運転できるんですけど、このように前だけのヘッドだけでも運転できます。次はこのお隣の福岡ナンバーの日野プロヒア、これは大型車ですね、10トン車。この10トン車乗れることできます。はい、これは大型免許で乗れます。これはね、日野プロヒア低床4軸のトラックになります。トレーラーの箱があります。これをヘッドにつなげて運転することできます。あ、トレーラーの箱もなんかすごい長さが、こんな長いのもあればちょっと短いのもあるんですね。多分後ろは同じぐらいのところで止まってるんで、この短いやつはなんかこう長いやつと比べて、こんだっけ、どれぐらいやろ、パレット1枚分ぐらいかな、ぐらいちょっと長いんかな。もうすごい、こんな大きいと怖い。あね、ミヤタンとこのね、トレーラージャパンの箱です。かっこいい。はい、これは新車なんかな。はい、これトレーラージャパンの箱です。お、すごい、小糸のマーカーついてますね。小糸のマーカー、はい、もうなんかフェンダーもでかい。はい、かっこいい、こんな感じです。ほんだらここに日野の4トンのレンジャーが止まってます。はい、僕はこのトラック乗れます。はい、この4トン車も乗れます。はい、4トンはね、普段いつも乗ってます。ほんだらさっきこの4軸低床のトラックは大型トラック乗れるって言うたんですけど、このね、3軸の高床のトラック、はい、これね、タイヤが3本ですよね。ほんでこっちはタイヤ4本やんかこのトラック僕の免許で乗れるかどうかというと、この大型の日野プロヒア3軸高床乗れます。はい、これも乗れます。これね、タイヤの本数関係ないんですよね。はい、タイヤの本数関係なくて、大型免許で乗れます。はい、ここにはないんですけど、あとね、ちょっとちっちゃいサイズの2トン車も乗ることができます。ということでね、まあね、それぐらいしか免許ないんですけどね。はい、この辺のトラックは大体乗れます。よいしょよいしょよいしょ。はい、じゃあね、改めましてホンポナカです。おはようございます。今日も寒いです。よいしょ。ということで、今日も、トラックの改装、仕事もらいました。ありがとうございます。今日は、ほんで今日はというかね、今日も、このスーパーグレートの改装です。はい。このスーパーグレートを今日はどこまで行くかというと、富士トランスポートの石川支店です。はい。おとつい行ったんですけど、今日もこれ2台目、新車を持っていくことになりました。はい。で、この前の動画で、ほら、これデイリーで買ってんってやっとってんか、手袋。前デイリーで買った手袋を前のトラックの改装の新車トラックに置き忘れてしまいました。ということで、今回はファミリーマートで買ってきましたです。よっしゃ。ということで、今日もね、ほんとはちょっと資材が乗ってないんで、資材を積み込みして、石川向いて出発したいと思います。じゃあ、ほんとエンジン、もう新車の匂い、めっちゃ新車の匂い。よっしゃ。
モニターって別に後ろ見るわけでもないし、まあ、別にまっすぐじゃなくてもええねんけど、なんかこうまっすぐでないと嫌やなっていう、はい、感じです。よし、はい、ありがとうございます。よっしゃ、ほんだらまずほんだら倉庫に行きましょう。天気ええから、綺麗まま持っていけるから嬉しいわ。前もうすっごい天気悪くて、もうトラック到着したらドロドロなんだった。すみません、ほんないつも通り、資材を積んで、ほんで燃料とアドブルを貼って出発です。荷物を下ろしてはって大丈夫かな。では、資材積み込み、行ってきます。よいしょ、はい、今度は燃料入れ終わったんで出発します。よいしょ、燃料、カード、レシート取ったやろ。新幹線で帰る予定です。北陸やから、あれ、サンダーバード、サンダーバードちゃうかな。俺全然新幹線とか電車全然詳しくないから、うん、分からんねんけど、でもな、うちのチビはすっごい電車詳しいね。なんかもう電車マニアというか、なんかすごい詳しく教えてくれね。今どこどこやねんか、これ何て書いたらええのって、どこどこに乗り換え、何々線乗ってなとか言って、めっちゃ詳しく教えてくれる。うん、そうそうそう、助かるわ。
の新幹線で新大阪で降りて、うわここからどうやって電車で帰るのとか言って、電車世代じゃないね俺は。もうほんまに車ばっかりで移動しとったから、電車に乗ってどっかも梅田行くとか京橋に出るとかなんかもうほんまなかったから、あれな、もう助かるわ。チビ聞いたら何でも教えてくれる。ということで、ね、今日帰りサンダーバードって新幹線なちょっとそれも俺詳しく知らんけど、新幹線だったらね、北陸の美味しい駅弁買ってね、ちょっと食べながらねのんびり帰りたいと思います。というわけで、とりあえずね今日は安全に、まだね石川支店まで行きたいと思います。はい、お疲れ様です。ソンポナカです。ほんだらね、そのスーパーグレードも、置いて、もう鍵も事務所にお預けしたんで帰ります。ほんで今日は、ドライバーの川本さんに、小松駅まで送ってもらえるということで、今日は、初サンダーバードで大阪まで帰りたいと思います。はい、サンダーバード乗るんで、なんかこっちのね美味しいお弁当を買って、なんかちょっと食べながらのんびり帰りたいと思います。じゃあほんだらまた。